はい。えー、皆さん、こんばんは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、緊急速報で入ってきた件と、あとは番組視聴者からいただいた質問に関してということで、ちょうど、えー、ミャンマーに関してだったので、今回、えー、二つとも、一つの動画で言及させていただきたいと思います、えー。緊急速度入ってきた件ということで、ミャンマーで取材中の、えー、記者、ジャーナリストが、えー、拘束された件、えー、これが緊急速度入ってきました。そしてもう一点は、 え何かというと、えー、視聴者の方からいただいた、えー、ものということで、えー、ミャンマーの現状と今後、えー、言及していただけないでしょうかということでね、ミャンマーのね、今の現状ということで、軍事政権下でね、えー、クーデターが起こってというか、それに対してまあ民主がデモを起こしてということで、えー、この現状と今後に関してですね、言及させていただきたいと思います。それもちろんミャンマーに関しては私は行ったことありますから、その中でいろんな人との話を聞いてきた中でね、スイッチさんが軟禁されたところも行きましたので、 えー、その中で語らさせていただきたいと思います。まずは、えー、日本人がね、えー、記者、日本人ジャーナリストが拘束されたということで、この件に関して、えー、言及させていただきたいと思います。えー、これは f l n, n のプライムオンラインの記事が出されていて、これをまず読ませさせていただいて、その後解説させていただきたいと思います。えー、クーデター、2月クーデターが起きたミャンマーで取材をしていた日本人ジャーナリストの北角さんが現地の治安部隊に拘束された。 え北門さんは、えー、最大都市ヤンゴンの、えー、サンチャウンで抗議、えー、デモなどの、ね、取材をしていたところ拘束されたとみられているということで現地で撮影された写真にはね北門さんが複数の治安部隊に え、連行される姿が映っていて、現地の日本大使館でも詳細を確認中ということで、この件に関してね、言及させていただきたいと思います。自分自身もね、あの、拘束された経験はいく度も出ます。はい。ただ、まあ何日かにわたるってことはないんだけどね。その中で、やはり、 ちょっと怪しく見えたのかなスパイスパイとかね、まあ、日本人だから信用されてるんだけど、例えばね国籍を日本にしてスパイ活動してるも元、えー、日本国籍じゃない人々もいますから、その中でそういったものも怪しんでるのもあるんだけど、あのー、やっぱり海外行くときは結構やっぱ気をつけないといけないですね、えー、この方、まあ取材をさせてるということで、撮影も兼ねていると思うんだけど、撮影する際だって、やっぱり、まあ、どうしてもデモを取る場合っていうのはね、ねまあ、軍隊にカメラを向けるわけだけど、 まあその際にね、自分のを向きられてね、取られるじゃないですか。で、例えば、その治安部隊が民主に対して暴行しているところとかね、押さえつけているところとか取られてしまうじゃないですか。こういったところが結局、外に出されてしまうと非常にまずいのもあるんですね。なので、よくあるのがね、共産社会主義の国とか、あとは今、まあ、軍事政権の国っていうのは、結構やっぱり品主義にしてますので、その中で外に情報が漏れるのをね、 避ける傾向にあります。なので、その中で、えー、こう、証拠のね、写真とか映像を撮られて、外に出されて、まずいものを撮ったのかね、何をしたのかははっきりわからない。多分、撮影の方で多分言われたんじゃない、ね、拘束されてるんじゃないかなと感じはするんだけどね。まあ、ここに関しては、向こう側の発表をし聞かないとわからないところなんだけど、撮影の字じゃないのかなって感じはするんだけど、十分やっぱり気をつけたらいかないかなとて感じはします。 例えば自分自身なんかもねモルドバ共和国って皆さん知ってますかね、急、えー、速攻勢国、モルドバの首都のニにでまあ取材していた時ねその時なんかもあの NATO, NATO に加盟する派、賛成派、反対派、ロシア派がいて、その双方がいがみ合ってたんですね、そのデモの行って、その中でまあこの一眼レフとか、もしくはビデオカメラでも撮影してて、まマシャンが撮ってたんです。そしたらこっち側がロシアのね ロシアの方で撮ってたんですけど、ロシア側取ってた。そしたらなんか中年の女性に言われて、英語がその女性話せないんで、意思疎通ができないですよ。だからモルドバの言葉かロシアの言葉で話す、なロシアの言葉で話してきたんだけど、ちょっとね、わからなくて、意思疎通できなくて、近くにした人がたまたま少し英語を話せる人がいて、なんかすごく怒ってるんですよ、その女性が。な、うんで怒ってるのかなって言ったら、えー、そっち側を取らないでくれって、こっち側を取材して、こっち側を取ってくれっていうね、自分たちを取って、 よく発信してくれって言われたんですよ。まあでもね、こっちはこっちで、こっちはこっちで、中立というか、両方撮影してからこそね、わ、えー、かるものがあるのでね、まあどっちがいい悪いは抜きにしてね、えー、それはってのはあったんだけど、まああえてそこは言わないよしといたんだけど、あのー、いい顔してね。で、こっちがあ、こんな感じで言ったら、で、こんな感じでやってね、言われて、ああ、そうかと思って、そういう感じになったんだよね。あとは、まあ他にもね、 いろんなところでコソボ共和国入ったときなんかも、軍隊でなんか連れられてね、拘束されたっていうか、連れてかれて、いろいろね、はほり聞かれたんだけど、俺、私はまあ明確に答えましたから、英語でね。その中で、特に問題、どこに行って、どこから来たか、どこにこれから行くのかとかね、何をしてるんだとかね、そういう話を延々とされたんだけど、それでもね、問題なくまあ解放してもらえたりしました。もしくは怪しまれて、警察なんかにも連行されること、よくありましたけど、まあ、うまく解放してね、全部荷物とか剥がされて。 あったんだけど、えー、それでもなんとかできましたということで、えー、今回まあ気になる点ですけどね、まあ、ミャンマーという国は日本との関係は良好です。日本が今まで、ね、数多く、えー、ミャンマーに対して援助してきたものはありますので、えー、その中でそれが救いかなと思います、えー。もし例えば中国なんかだとね、中国と日本との関係はまあま良くないです。えー、その中で、えー、中国共産社会主義ですからさらに、ね、良くない。 まあ北朝鮮なんかもそうなんだけど例えば今、スパイ容疑で十数名の日本人がね拘束されて裁判でもう実験も食らってます、その中で中国の刑務所にいる日本人がねスパイ容疑をかけられている人が結構いるんだけど そういった国だったらやっぱり非常にやっぱりあの拘束され、その実刑を裁判にかけられて実刑をかの食らう可能性がある、北朝総に対してもそうだしねだけど、このミャンマーという国は、まあ、日本との関係は良好で日本が今まで援助してきた国なのでその中で日本側の言うことは聞いてくれると思うので私はまあこれに関しては、ね、日本政府が言って、えー、その中で解放はされるでしょう。 その中でまあ強制強制送還というか、まあ、すぐに送還というか、日本に帰,帰るって感じになるのかもしれないんだけど、いずれにしても、その現地で撮ってきたあの写真とかはね消されるでしょうね、はい、そういったところって、海外回ってみるとわかるんだけど、怪しい、ちょっと撮っちゃいけないものとかあったりするんだよね、うん、だから皆さんも気をつけていただきたいのは、一般の人がなかなかそういう軍,軍人とか撮るってことないと思うんだけど、軍とか警察とか、軍事施設とか、政府の、まあ、 国によって大丈夫なんだよね。だけど、良くないところもあるので、それは無断でとと取るとかね。断り得て、じゃあ軍人と取るならいいんだけどね。一緒に取るとかね。いだけど、よく取ってるんだけど。 そうじゃない限りはやっぱりちょっと控えた方がいいかなって感じがします。そして、えー、軍事クーデターデモは起こっているということで、そのデモ、の場でもやっぱり危険は生じるわけであってね。まあ一般の人じゃないのね、この方は。だからいいんだろうけど、一般の人はまず近づかないことですね。これは外務省の方々もよく言うことですから、近づかない。興味本位で近づいちゃダメですね。で、 例えばタイのバンコクで、えー、取材していたカメラマンも、ね、撃たれて誤射して亡くなっている件がありますのでそういったこともあるので十分注意していかないといけない周りに注意していかないといけないってことですねで、えー、その中で、えー、やっていかないといけないかなって感じがします、はい、で、えー、今回その後に、まあ視聴者の方からいただいたということでミャンマーが今こういう状況下でクーデター起こってデモが起こっているとこのデモに関しては結局スージーさん 含めたね、NLD の、えー、メンバーをね、まあ拘束してということで、えー、その中で結局軍事クーデターで、まあ、政府を、まあ、掌握しているということで、えー、これに関して、まあ長年ミャンマーという国はね軍事、戦後に軍事政権だったわけだですね、えー。元々は日本が占領下に置き、えー、その中で日本が、まあ、ビルマ独立のために尽力したのは事実であって、そこでね、スーチーさんのお父さんが日本に来て、軍事訓練などを受けて、日本からの援助を受けて、 戦って、まあ、その中で、まあ、タイに日本軍が駐留させてもらって、ミャンマー、えビルマ攻略に関しては、うちからの手引きということであったので、容易にね、えー、占領することができた、日本が入ることができた、そこからインパラ作戦ということで、行き、インパラ作戦で負けてビルマに戻ってきて、そこから、えー、アンサースーーさんの・スージーさんのお父さんがう裏切ってね、アンサー将軍がね、寝返って、そこからタイに、えー、引き返したわけだけど、 まあそういった歴史はあるんだけど、その戦後としてはまあ軍事政権がということで、えー、非常にまあ言論の自由というのはやっぱな,いなかったのかなって感じがしますけど。 その中で、いわゆるこのクーデターに関しては何があるかっていうと、2020年ね、だから11月に総選挙ありましたよね、去年ね。その中で NLD が改選、えー、476議席の8割を超す396議席を獲得したわけですね、えー。ミャンマー国軍系の最大野党の、えー、は、まあ、このね、USDP は、えー、33議席に留まったということで、えー、ここはね、まあ、 まあミャンマー国軍によるねムスリム系のロヒンギャの問題などに関しても直面する中で、えー、高い人気だったと分かるんですだからスー・チーさんがいたこの NLD に関してはねやっぱり、えー、人気があったわけでそれに対して不正があったというふうに言ってね、えー、クーデターを起こしてということで、えー、その中でウィン・ミン大統領スー・チー国家顧問を拘束して、えー、そして、えー、そこから えー、国軍の、ね、総司令官、えー、国軍総司令官が、えー政権ねあのー、全権を掌握したということで、今、軍政権下になったわけです。えー、その中で、まあ、非常にこれに関して危惧しているということで欧米各国が危惧しており、えー、その中で民衆がね、まあ、数多くこれは、まあ、いわゆる NLD に入れているわけであって、これを勝手に軍事,軍事でもって軍事政権にしてしまっているわけだから、それは反論があるわけであってね。それはは民衆としては えー、暴動を起こすということでね、えー、民主化でも力によって弾圧しようとしてるということで、えー、これに対して多くの国々から非難を受けてるのかなって感じがします。なので、現状としてはミャンマーの人々もね、まあ、非常に、まあ、今、日本国内においても、えー、これに関して抗議するデモも行われてますけど、えー、国内において、もちろんね、いわゆる軍事政権に対して、えー、支持する側もいるのは事実なんだけど、それはやっぱり少数派であって、 まあ、いわゆる NLD を支持する、えー、人々が非常に多いというのはね、まあ今見ていただいて分かるのかなって感じがします。だから自分自身も行ってもいいんだけどね、まあい,い,いつでも行けるんだけど、まあちょっと今考えてることろなんだけど、まあ拘束されちゃったらあれですからね、まあ大変っちゃ大変なんだけどねで。今後どうなるのかという話ですね。今後です。これが一番重要なところだと思うんです。 この中で結局国内でじゃあデモを行ってね、じゃあ中国もそうですね、天安門事件の時だって結局は中国共産党が軍を出して制圧しましたけど、えー、ミャンマーに関しては、えー、数多くね、えー、外国が、まあ中国に対してもやってきたんだけど、支援してきた国、その中で、えー、外国が、欧米各国が今かなり非難している中で、 その中で非常に貿易面において、まあ、密接な関係のある国が多かったりするのでその中で制裁を、ね、行っていくと思いますそうすることによって非常に厳しくなってきてということでそこから、えーね、軍事政権が崩壊していくと思われますもしこれが崩壊しないのであれば国連軍が入っていくことも、ね、なきにしてもあらずかなって感じはしますねはい なので、ね、ここに関してはどうなっていくのかというところです。今まで、まあ、いろんなところに行きましたね。例えば、コソ紛争で、えー、当事国となったセルビアとかね、コソもえー、あとは今、ウクライナと、ね、ウクライナはクリミア半島取れましたよね。ロシアとの問題。ウクライナのキエフ行った時には、軍人が毎日は撃パレードやってね、えー、時の大統領が演説してましたけど、あ、まあ、ある意味、ちょっと軍事体制的な感じだったんだけど、えー、そういった中で、まあ、常に日頃、私自身が93カ国と、こうね、海外長期留学、駐在で4カ国居住。 今現在、海外まだいね去年は結局行かない年になりました。行こうとも、はい、行けるんだけどね。ただまあ、ちょっと今この時期は避けた方がいいかなと思って、あえて行かなくしてたんだけど、えー、時が来たらまた海外出発していきます。えー、その中で、えー、国によって、もしかしたら、えー、行く国、行かない国、すぐ行く国もあるかもしれないねまあそれに関してはまた随時発表させていただきたいかなって感じはします。ミャンマーとということでねまあ えー、ったことがありますきれめまでやると出てくるのを見ていただければと思うんだけど、えー、その中で、 まあ非常に、ね、あの豊かな国だね、貧しい国ですね、東南アジアの中ではやっぱり貧しい国です。だから2017年のミャンマーの GDP、ね、1人当たりが1278ドルですね、昔に比べたらもちろんもっともっと上がってたね、だからかつては100ドル、200ドルの世界だったから、日本なども援助してきてということで、ね、あるんだけど、まあ、今後、日本の投資がここ10年でね投資が増えてきたんですね、まあ、中国との関係っていうのは戦後、まあ、強い結びつきがあったんですね。その中で まあ今日社会主義ってのもあったんで、ずっと強い結びつきがあったんだけど、そのところがあったんだけど、今現在も、あ割とあの強い結びつきがあるんだけど、その中でやっぱり日本ということでね、入っていって、ODA の援助もずっとしてきたわけだから、日本に対してのじゃあ、 国民の感情はどうかっていうと、中国に対してあよく思ってないんだけど、日本に対してはよく思っているのが実情で、そこはやっぱり現地行ってね、ミャンマーの人々に聞いて、えー、分かったところです、えー。なので、今ミャンマーのね、例えば人材派遣やってる友人知人がいますから、その中でミャンマーの労働者も結構入ってきてるんですね、ベトナム人が圧倒的に多いんだけど、 まあその中で、えー、ミャンマーということで、私自身、またね、えー、再び訪問させていただいて、現地でね、撮影して、拘束されないようにしないといけないけどね、えー、やっていきたいと思って、お伝えしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにかく海外ということで、ね、まあ、今年は出ます、あのー、ので、楽しみにしていただければとま。まあ、まだね、アップするものっていっぱいありますから、あれですけど、こちらのチャンネルに関してはね。はい ということで、これからメルマガの方も始めようと思ってて、メルマガの方こちらは動画ですよね、このように口で話してるんだけど、私は文章でもやってません、文章で書き上げていくので、それに関してメルマガで発行していきますので、ぜひともそれもね、時が来たらえ発表させていただきます、その中でね、ぜひ登録いただければ、月に2回発行しますので、その中で写真を用いて、文章でだいたい1記事あたりね、1回あたり3000字から5000字ぐらいで出してきます。結結構構3000字から5000字結構なうだだと思うんだけど やってきますので文章ということで、楽ししみにしていいいただければととと思いますということで今回ちょっと長くなってしまいましたけど、日本人が拘束された件、えー、そしてもう1点が勝者からの質問ということで、ミ、え、ャ、ー、ンマーの現状と今後に関してということでいただきまして、 えー、回答させていたただきました、えー、皆さん、ぜひ何か、ね、質問があれば、このような形で回答させていただきますので、質、え、問、ー、がれた何か、ね、要望いただければ、えー、このような形で動画で言及させていただきたいと思っています。チャンネル登録いただいてないけど、ぜひともチャンネル登録いただけるとね、現地で、えー、撮ってきた動画もこちらでアップしてきますのでね、ぜひとも、えー、よろしくお願いいたします。